この雑草を使って釣りが簡単であることを証明しようと思います。待って待って待って、皆さんこんにちは、ホモサピです。最近釣りを始めたいんですけど、何を買えばいいんですかって DM がめっちゃ来るんですよね。みんな釣りを難しく考えすぎですよ。竿と糸と針あればいいんですよ、釣りは。例えばこの草とかね、もうこれなんてもうもろ竿ですよ。もうおらおれー、今日の動画はね、この雑草を使って魚を大量に釣りまくって釣りが簡単であることを証明しようと思います。あんな高い竿なんて買う必要ないですからね、マジで。雑草で釣れるんですよ。持って帰ってきました。先端のこの雑草らしさはね、こんなにいらないので、ちょっと間伐しましょう。雑草のアイデンティティを切り取ります。チョキンとガイドと呼ばれる糸を通す輪っかを取り付けていきます。一箇所目できた。もう絶対取れねえよ、これ。これが取れるときはね、超大物ですね。ネッシーしかありえん、これは。ガイドが全部つきました。最後に、このリールを巻きつけていきます。完成しました。ほら、もうこれでガッチリついてる。立派な釣り竿ですよ。あとはこれを持って釣りに行くだけです。乗船。乗る。うぃー。おぉ、引っ張られてる。やべえ、面白いこれ。うわー、すげえ。うわー、橋だ、橋。しゃー、移動したから釣っていくぜ。今日使ってるさあですね、こちら、チーズ刺し。刺しっていうのはね、ハエの幼虫で、ウジ虫のことです。前俺は食べたんですけどね、これチーズなんですよ。匂い嗅ぐとね、無理俺。くっさ、ちょっとこれは無理です。俺食べられません。チーズ臭すぎる。とりあえず一回普通の竿でやってみましょうか。まあこれは余裕で釣れちゃうんですけど、そこまで落としてですね、待つんですよ。お、来てるか来てるか来てるか、ついてないか。でかい。お、ついた。え、来た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 。今日釣るのはこちらのお魚、ワカサギです。きっさ。ワカサギはね、比較的簡単に数釣りができるお魚として有名なんですけど、今日はこの湖でワカサギを釣っていきます。お、来た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 。釣れてんじゃね、これは。さすがに。はい、釣れてない。釣れてる釣れてる釣れてる。おお、来た来た。これ絶対釣れた。これ絶対釣れた。やば。はい。お、来た。もうこの普通の竿だったら、まあ普通に釣れますね、ワカサギは。で、次はですね、こちら昨日作りました、マキシマムカリバーと命名しましょう。この雑草ロッドで釣りをしてみたいと思います。まあ意外とね、竿に見えますよ、ほら。いけ、マキシマムカリバー。俺はこの竿を愛していますからね。これ釣った魚はもうさぞかし可愛いことでしょう。ちょっとこっから下邪魔だな。めっちゃ胸に突き刺さっていて。ほら、これで持ちやすくなった。ええ、あざっと。待って待って待って、なんかブキブキブキってきた。え、なんかめっちゃ動いてましたよね。来たんじゃねえのこれ。The background music is my...マキシマムカリバー釣れました。イエーイ、やっぱ棒でいいんすよ、釣りなんか。よっしゃ、行け、マキシマムカリバー。お前の本気を見せてくれ。おい、雑草竿めっちゃ釣れるじゃん。マジで雑草でいいんだな、これ。俺の手によって釣り具業界は終わりだな。みんな雑草使い始めて。 Is this how easy? Is this how easy? 釣れてる。おー、釣れてる、釣れてる。 Is this easy to fish? 来た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 。よっしゃー、ワカサギ。やっぱこの竿でも当たり取れるわ。手元にね、伝わってくるんですよ、コツコツコツって感覚が。おお、来た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 。絶対来たぞ今。うい、来た。釣れすぎて草。やばい、フィーバーだ。ワカサギは群れで回遊してくるので、回遊してきた時に一気にフィーバーが来るんですよね。通り過ぎちゃうと釣れなくなるから。やばい、めっちゃ釣れる。どうした。うおお、2匹釣れた。また群れ来たぞ。あー、雑草が落ちちゃった。雑草のアイデンティティが。やばい、どんどん木の棒になってく。これがこうやってやったら怒ります。こうやってウィーって。笑顔でつけてきます。こわっ、来た。ウィー、このウェーっていうのを編集した時にうざそうだから言うのやめよう。ウィー、グー。なんだ、めちゃくちゃ引くな。こんだけパワーあるってなるとやっぱり濁いかな。こういうの魚見るまでめっちゃワクワクするから、これがいいんだよな。はい、濁いです。むしり取るわ。おら、雑草だとか言ってふざけんなよマジで。雑草だから絡まっていいとは言ってねえの。はい、マキシマムカリバー。これなら上州屋で800円ぐらいで売れるだろ。桟橋戻るので怒りをね、たどります。よいしょ、パワーパワー。 Is that an anchor? よいしょ、重いんだよな最初。ええー。
これだけのワカサギが釣りました。こいつはこの後潮もみしていくんですけど、潮もみをする前にやることがあります。こいつは釣り針で捕まえましたよね。だから口の中に針が残ってることがあって、磁石をね近づけると反応するんですよね。口の中とか胃とかに針が残ってればないかな今回は。あ、こいつ他のやつは反応しないのにこいつだけ口が動きます。微妙にね動いてんの。これは多分口の中に磁石ありますね。あー違います、そんなとんでも生物はいません。これは多分口の中に針がある。ほら出てきた。こうやってやればね取れますから安全に、まあ、本当は水の中とかでやるとねもっとやりやすいんですけど、今回はこいつだけだったみたいです。臭みを取るために塩もみをします。まあ、臭みって言ってもこれキュウリオカのアユの仲間なんですよね。キュウリみたいな香りがするんですよ。もともと臭くはないんですけどね。体表面のぬめりを取っていきます。これでぬめりが取れたはず。一回洗います。でこの洗うときにね、塩の水をその辺にピーってやるとね、その辺の植物が染みるので、何かしらの紙に染み込ませてください。マグネット。ホモサピは脳が疲れたので、ウータムさんにさばいてもらいます。ちょっとプロの見業を見といて、さばいていく。包丁の背で鱗を取ることがあるんですけど、さばいていく。まごいでやると爪が剥がれる。できる種類とできない種類あるんで気をつけてくださいね。まごいっていうか、あの普通の鯉ですね。お腹側にも意外と鱗ついてて、ここを取らないとですね、後々めんどくさいので、お腹もしっかりこそぎ落としてくださいね。うん。It's just on the ground. 本当に切れねえなこれ。サバイバル中の課題でもある、切れないナイフっていうのは。てかそもそもナイフがない場合はかなり大変なんだよな。石割ってもすぐ摩耗するからさ、こういうなんかね丸っこい石をカチンって割ると壁塊って言って、この辺にさっき割ったやつがあるんですよね。これかな。石には壁塊って言って割れやすいところがあるんですね。そこに沿って割れるとこうやって鋭い面ができてナイフになるんですよ。ほら切れるの、切れるんだけどでね、切れるんですよ。マジで切れるんですけど、すぐね摩耗しちゃって長く使えないんですよね。そこが問題。こちらに石というものがあります。油を少し垂らしまして塗ります。火をつけます。これで石がね熱々になるまで熱しましょう。それではいけ。 It's about to fucking cook on a rock。 うわーうまそう。めっちゃいい香りしかしない。普通の魚だとこの時点だとまだちょっと生臭いんですけど、 It's actually is back in the stone age。 シシャモみたいなそっち系の香りがしますね。じゃあちょっとこの辺で、でん、もふも、もちろんマキシマムです。マキシマム、もちろん。これ振りすぎるとねちょっと味濃いんで、程よく焼けたワカサギいただきます。うまっ。なんかアユの身ですねマジで。うん、うまい。まあ、シシャモとアユの中間かな。おお、来て来て来て。油を置きます。いけ、ワカサギ。ワカサギの天ぷらはもう定番の定番ですからね。おお、ディープフライド天ぷら完璧なんだけど。いや、うまそうだな。ハモサビ行かせていただきます。ワカサギの天ぷらいただきます。やばやばこれ。別ベクトルでうまいっすね。ワカサギは本来ねこの辺にいるやつは国内外来種なんですけど、これはね放流されるわ。うめえもん。いやーうまいねこれは。ちょっとこれはやばいね。うまっ。こちらの濁いに下味をつけます。マキシマムですね。ういー、あぶねー。ではこちらの濁いにマヨネーズをまずかけますね。こうやってピーって。こちらにですね、ライブ配信で視聴者さんがおすすめしてくれたマキシマムをかけるとマキシマヨになってうまいですよとのことだったんで、検証いただきます。 Oh my god。 あ、やばい、ワカサギと同じぐらいうまい。マキシマヨマジでうまいっすこれ。新しい調味料になってる。天才だよこれ考えた人。誰ですか。私です。違いますね。視聴者さんですね。うまい。うまいっすよね。ヒロポンさんもマキシマヨ。あ、めっちゃうまい。なんだこれ。本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらね。うまっ、なにこれ。So, he eats normal stuff sometimes. Oh god.